おはようございます。今日の夕方出発するんですけど、今日朝来たら見てください。これ昨日の分はハイエース後ろ倒し、ハイエース満帆とトラック2トン車パンパン積んでます。で、今日朝来たら見て、ありがとうございます。これはほんま今日の朝分、今日3時までなんで、まだまだ来ます。これ乗り切りません。多分こんだけあります。とこれとこれです。まだ福井にもあって、金沢市にもあります。これがでも本当の SNS の力だと思います。えぐいです。これまあ今日僕、まあ5時か6時に出発するんですけど、全部届きます。でも本当にこんだけあっても1週間持たないです。持って3日。何でかって言ったら、現地の鈴洲市っていう一番やばいところの人が電波降りてるところまで行って僕に連絡くれて、もう次の日に物資尽きてました。今も物資ない状態で、大人2人におにぎりが1つ与えられたらいいなぐらい、与えられない人もザラにいます。タコ島っていうところは多分通れるようになったんかな。物資はもうほぼ行き渡ってないです。で、その奥の岬っていうところがあります。鈴洲市の奥の岬っていうところが、これはもう現地から得た情報なんですけど、車通れません。誰も行けません。自衛隊も一人も行ってないみたいです。ここはでも避難所あるみたいです。ヘリコプターでしか行けないけど、物資も今ゼロらしいです。僕ら今日タコ島と岬がやばいっていうから、タコ島行こうかなと思ってたんですけど、タコ島は多分道は通ったんで、いろんな社長連中とかインフルエンサーが行くっていうのを連絡くれてるんで、そういうところとか分担に教えててます。一個ずつ。ただ僕ら行ってるところ危ないんで、無理だけはせんといてほしいです。とりあえず今日これ車乗らんかったら、車とか追加して積んでいくと思うんですけど、まあ、金沢、福井、敦賀でパンパンに積んでって、僕帰ってきたの30時間ぐらいかかったんでね、普通に行ける距離じゃないし、ガチで生きてる心地がしないぐらい、死んでもいいぐらい悪いことしたなって語り合うぐらいの道のりです。なるべく1回で多くの物資を、一食でも多く持っていってあげたいんで。ということで、今石川到着して、石川藩と福井藩の、ね、社長らと合流して今から向かいます。全部満杯に持ってます。はい、みんな進んできてくれたスタッフたちです。全員スタッフです。みんなガチで命かけていきます。マジで命かけていきます。まあ、遠い道のりですけどね、気合入れていきます。まあ、本当に危ない道のりなんでね、安全通路を確保しながら、現地を行きたいと思います。すごいですね。これまあ敦賀市で結構みんなにストーリーをメンションしてもらって、えぐい量集まりました。はい、 DM も100件以上来て、もう現地ね持ってきてくれた人とか本当ありがとうございます。絶対生きて届けます。はい、これがみんなの熱い思いですよね。何千人っていう人がマジで助かると思います。行きましょう。じゃあみんな待っててくれ。じゃあ行きます。じゃあとりあえず現地着いたらね、 SNS 上げてほしいっていうことなんで、現地着いてもカメラ回します。行ってきます。まあ無事着きました。で、今ちょっとね、この小中学校に物資を下ろして、自衛官か消防士の人と密通れる確認して、物資を置いてないところが行けるかもしれないらしいんで、そこにもちょっと物資持っていきたいと思います。皆さん普通にこの家の人とかまだ見つかってなく、多分普通に今ここで生き埋めになってるらしいです。でももう回れないレベルらしいです。死んでるから悲惨ですよね。はい、これ全く相手されてないですか。で、自衛隊さんと市の方からもうちょっと全然ですか。そんなに充実はしてない。もう一個のところがもう壊滅状態から、そこにも持っていただきたいから。あ、ごめん、水がもうこんだけしかないらしい。やばいな。ほぼほぼ持ってきてもらえてないらしいから、うん、いや、こういうところ調べて現地の人に聞いて、愛しいよな、みんな認知されてないですよ。何も来るらしいよ、ほんまに。てか、あんだけあるんだ、配ったらいい。いや、来れないでしょ、ここまで。自衛隊とか来れるよ、俺ら来れるよ。食べ物はまだあるんすか。食べ物はなんとか
とりあえず僕らも SNS でここ上げるんで、なるべく行くように行くようにする。でも石川県 の, あの店長が、あの俺らに来るなって言うんですよ。あ、そうなんです。もう行くな、物資を持ってくなって。でも実際渋滞になってなかったんですよ。こういうところとか今から行くところとかも物資行くように、あのいろんな人に手配していくっていうか。じゃあもうちょっと頑張ってください。はい、ありがとうございます。危ないな、ガチ危ないっすね。危ないっすね。やばいっす。だから今朝ジープ1台、あの自衛隊のやつが1台ようやく通れたって言ってるんで。あ、1台しか通れてないですか、ここまだ。まあ、このまだまだ先なんですけど、これじゃないですよ。えぐい、マジでえぐい。精鋭部隊に見えるな、これめっちゃかっこいいっすね。まったまだ奥っすか。え、その村があるんですか、一つ村というか、そうだ、間違って、そこの人らがもう取り残されてるんですか。ここの道路だけやったんですか、残されてるのは。ここの道路だけです、ここが。今からこの行く通りがしか通れないんで。じゃあもうこの俺らが持っていくのが初ぐらいですか、今。もし多分そうだと思うんですけど。マジっすか。まあでも自衛隊の水とか多分ちょこちょこ入ってると思うんですけど。ちょろっとしょ。ここはもう山をガチのやっぱ聞く意見があったんで、まあ、こういうのしか乗せれるだけ乗せて持っていきます。進みしまいました。はい、危ないな、これマジで。この道ここ来るだけでもやばかったのに、もうちょっとやった方がいいな。この下がほんまにもう孤立されてるらしくて、来ちゃったな。仕方ないけどな。珠洲市のことはニュースでやりすぎて、珠洲市に食料が集まりすぎてるから輪島がやばいんじゃない。輪島行きたいけど、俺らも走りすぎてガソリンが減ってきてるからな。持ってきたやつももうやばい。ちょっとじゃあまあ、積んで下降りようか。下降りと違うところつけて。そうですね、うん、はい、もう動画無理じゃん。めっちゃあるな、マジで。すごいよ、こんだけ物資あったら食がないやん。でさ、今石川県庁が自衛隊の邪魔するなって言って言っとるやん。みんな知らんから言いたい放題言っとるから。俺らさ、鈴まで行ってさ、ここまで輪島までこうやって夜遅くまで来てさ、道も全部人ともしゃべってるわけやん。めちゃくちゃ言っとるよ。思わん、確かに。しかもみんな飯食えてないやん。こんだけ物資集まっとっても多い、増えてる。今も言ってたけどさ、こんだけの量どこで集めたのって言ってたやん。 SNS の力ってすごいよな。すげえですよね、マジで。ありがたいな。こんなに集まると思わなかったです。みんなびっくりしたよ。郵送もいますからね、まだ。でももう結構行き届いてますね。そうだいぶ水が全くなかったからよかった、マジで。でもこれってよかったっすよ。誰か協力してくれます。そら魔王とか兄貴とか後世がすぐ行きます行きます行きます。魔王とかいつも寝坊するけど朝一番に乗ったから後世もさ、今日行くってなった時、今日大阪まで行ってたよ、あ、仕事の用事。あ、そうなんです。材料取り、この多分1月3日から3日間で、俺は昨日36時間起きとったし、えぐいよな。やばいです、睡眠時間やめる。マジでえぐい。でもみんなも正月辛い思いしてるから、はい、俺らも逆にいい正月になりましたよね。させていただけてありがたい。これ、いやほんまそうですね、うん、いい経験させてもらいましたよね。俺らの経験値がマジで上がった。上がった。みんなの温かさも感じたしな。ってことで、まあ、ここは今日最終地点。今4等車ガバ下ろして、あと2等車2台下ろさなかったので、ちょっと張り切っていきますか。